教員免許更新制とは、教育職員となるための免許状を一定の期間ごとに更新しなければならないとする制度のことである。教員資格のありようについては国によって異なっており、就寝有効である国とそうでない国がある。教員免許更新制の主な目的としては、一定期間ごとに教員が技術や知識を獲得する機会が得られる。教員としてふさわしくないものを排除できると、 教員の質を維持できることである。ただし、日本においては、不適格教員を排除するための制度ではないと、文部科学省より示されている。他方で、日本弁護士連合会などからも、教員免許更新制は、更新のための講習により、教育現場の時間的な負担が増し、子どもたちに関わる時間が減ってしまう、受講機会の確保や、講習内容についての議論を、 つくされているとは言えないなどといった指摘もある。日本における教員免許更新制の議論は、1983年に自民党文教制度調査会による教員の要請、免許等に関する提言が始まりである。同提言において、教員免許上に有効期限を付し、更新研修を義務付けるための検討が求められている。そして、 教員免許更新制が具体化したのは2000年頃からの学力低下論争や教員の質の問題などを受け以前から教育への貢献力の強力な介入を起としていた安倍晋三が政権に就いた後教育再生会議が教員免許更新制を提言2007年6月の教育職員免許法の改正によって2009年4月から導入された導入後 民主党は2009年のマニフェストで教員の資質向上のため教員免許制度を抜本的に見直す。党大派と山幸男内閣へと政権交代を果たしたものの、その後も政策として進展せず、現場では混乱や困惑が起きている。2010年11月、文部科学省は20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、 2010年8月末から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していないまたは受講しておらず日本全国に換算すると5100人を超える教員の免許更新が行われないとの見積もりを発表した2013年8月8日に施行された免許上更新講習規則の一部を改正する省令により 幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所の保育士が免許状更新講習を受講できるよう受講資格が拡大された。2014年文部科学省の調査によると2014年3月末に更新ができずに教員免許が失効したのは全国で58人であった。2014年3月末に免許更新期限を 迎えた教員は94,118人で、新講習を終了できなかった者は332人で、更新講習を終了できなかった332人のうち、教員免許が失効したのは58人で、残りの274人は失効する前に、自主退職をした。免許失効した58人については、更新申請期日を間違えた。 うっかり執行などにより4月1日付で新たな教員免許をもらい直して勤務を続けているのが23人、校長など管理職や学校事務職員など教員免許を必要としない職で勤務しているのが21人、退職が14人となった。自主退職を除くと退職者は全体の0.014%となっている。教員免許更新制については 2007年6月27日に交付された教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律によって教育職員免許法を改正施行することによって実施所要資格の扱い免許状の公力免許状の執行免許状が執行したままでは教団に立つことができないよって免許状が無効となり返還消滅するということになるが 単位自体は消滅したわけではないため、その後に更新講習の受講義務を満たした状態になれば、回復講習を受講し、免許状が新たに授与される余地は残されている。免許状更新講習教員免許状更新講習の上り更新講習は、上記の証明がなければ受講できず免許状更新ができない仕組みになっている。有効期限のない免許状所持者の 扱い有効期限のない免許状所持者は、施行の日から起算して11年を経過する日までの、期間内でそのものの生年月日及びそのものの有する、免許状の授与の日に応じて、文部科学省令で定める年度の末日までに、免許状更新講習の過程を終了しなければ、教育職員になることができない。有効期間のない旧免許状であっても、講習を受けないと教員になる効力は失うが、 これに関して、文部科学省は、履歴書などに、教員免許を所持している、旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を、併記していただく必要がありますなどとしている。そのため、いわゆる回復講習の余地が残されている。しかし、新免許上では、有効期間が明記されているため、期間を過ぎた免許は一旦執行になる。ただし、 教員免許取得のために習得した大学の履修単位は消滅しないため、法的には再度免許申請が必要になる。この時に更新講習を受講する必要がある。そのため、様々な立場の教員志望者にとって、教員となれる可能性が残されているもののコストや手続きが多くなる。前述の通り、更新講習は受講資格がある。 免許法第9条の3大3項は、について、更新講習を受講できることと定めている。ところが、文部科学省令はこの法律を、極めて排他的、かつ、具体的に定めてしまっている。現に教職員である者以外で、受講資格のある者は次の3つのみである。この省令は、教員免許更新制のための議論が行われた、中央教育審議会教員養成部会での、 ペーパーティーチャーは免許上の再取得が必要となった時点で回復講習を受講、終了することが必要とする内容や中央教育審議会の答申の社会人を学校教育に積極的に活用していくことが必要などとする趣旨と矛盾する可能性がある。民間人の雇用有効期間付きの免許状を授与されたものであって教員経験のない民間企業等で働く。 社会人が執行期限を迎えた場合、教員採用試験に合格するか、または講師登録されなければ、更新講習を受講する資格がない。教員採用試験の受験や講師の登録は、教員免許状を現に有していることが条件となっており、旧教員免許は応募可能であるものの新免許状では、期間切れで法的に執行した場合に応募できない可能性もある。 講師の登録自体は採用試験合格と比較して容易な方法であるが、当該自治体の教員採用試験の受験可能年齢の上限を超えている場合や、心身状態等によっては登録そのものができないこともある。そのため、教員経験のない社会人が取得した免許上は一度効力を失うと、教員になりたくとも更新講習を受講することができず、 免許上の効力を再び回復することができなくなる可能性もある。教員採用試験浪人大学等に在学中に、教員採用試験に合格できず、卒業後も合格を目指している。いわゆる教員採用試験浪人者についても、更新講習の受講資格がない。教員採用試験に合格することにより、初めて更新講習を受講することができるようになる。 ものの、採用試験合格後から採用日までの短い期間に、自費で講習を受講しなければならない場合が多い。手続きや講習費等の期間が切迫する等、金銭的、時間的な負担が大きくなる。多様な人材の雇用地域によっては、民間の社会経験者を別枠で採用したり、採用した教員を民間企業へ長期間にわたって、研修に出したりするなど、 多様な経歴のある教員のニーズが高いにもかかわらず、文部科学省が作成した省令では、教員や教員経験者以外の民間企業に勤める社会人等に対応する記載はない制度としてスタートした。介護、育児、ボランティア等従事者を排除諸事情から、介護、育児、ボランティア等に従事し社会的、国際的な責任を果たしているものの、教員経験のないものについても、 更新講習の受講資格がない。旧免許状では、あくまでも教団に立てなくなるだけであり、免許状が無効となり消滅するわけではない。しかし、新免許状では、有効期間が過ぎると法的に免許が失効するため、再度、免許申請が必要となり、コストがかかる。教員免許状取得時の介護体験の義務化によって、教育職員として、 介護やボランティア体験等の必要性が制度化されているにもかかわらず、介護、育児、ボランティア等の貴重な実践者に対応できる規定がないという矛盾が存在する。2007年7月11日に発表された文部科学省による文書によると、この制度は概ね以下のような内容であるとされる。ありがとうございます。